はい、ということで今日ですね、たまにやる動画ですけれども、パチンコについてです。パチンコで、まあ、何回か言ってますけどね、先に言っておくと、僕はですね、まあ僕のスタンスはパチンコ反対派です。これ下げておきますね。はい、で今日はですね、このパチンコ業界、パチンコについてちょっとね、面白い記事があったんですよ。これがね、どんな記事かっていうと、多分ね、皆さんもそして僕も知っての通り、これパチンコって言ったらですね、まあ在日の韓国人の人とか、まだ朝鮮系の人とかね、そういうこう半島系の人がやってるビジネスってね、それ多分大体の人がね、頭の中あると思うんですよ。一応知ってるっていうかね。ただね、ちょっと面白かったのが、これ僕の価値観ですけれどもね、僕なんかね、いろんな記事とかニュース記事とかチェックしてるわけじゃないですか。でもなんかそういうの見てもこれですね、なんか、まあだからあれですよ、アングラ系とかね、例えばなんだろう、アングラ系ってわけじゃないですけれどもね、スパとかね、ちょっと週刊誌っぽいところとか、こういうのはちょっと違いますけれども、なんかそれなりにちゃんとした、すいません、ね、スパの人とかすいません、ね、そういう意味じゃないですよ。うん、まあなんか、エンタメ系じゃないメディア、普通のニュースメディアとかだと、これですね、パチンコ関連のこと書いてあっても、そこのこう、韓国の人がやってるみたいなことって普通書かないじゃないですか。そんなことないですか？僕そういうイメージなんですけれども。なのに、今回ですね、まあ普通のニュースメディアになんか書いてあるんですよね、普通に。なんか僕そういうの言っちゃいけないのかなとちょっと思ってたんですよ。一応そういうちゃんとしたメディアっぽいところではね。ただこれが普通に書いてある記事があったんで紹介しようかなと。ただこれがですね、書いてあったね、ニュースメディアっていうと、ニュースメディアなんですけれども、まあこれ、韓国系のニュースメディアだったんですよ。これちょっとね、まあ書いてあったんで、面白くてちょっと紹介したくなったんですよね。はい。ということでこれね、もうニュースのタイトルがズバリこんな感じ。在日韓国人が生計を立ててきたパチンコの没落、店舗数は最盛期の半分以下にって、ね、こんな記事がこれ朝鮮系のね、韓国系のメディアから出てたんですよ。これちょっと紹介したいなと思って。はい、じゃあちょっと読んでいきますね。これがですね、日本におけるパチンコ業界の始まりと成長は在日韓国人と深い関連がある。日帝共戦期に日本へ渡ったものの、差別待遇を受けて仕事が見つからなかった朝鮮人は社交性が高く危険なパチンコ業界と飛び込み生計を立ててきた。作家ミンジン・リーのベストセラーパチンコは、代々パチンコ店を営む在日韓国人家族の物語を綴った小説だ。現在日本のパチンコ業のおよそ 80% を在日韓国人とその子孫が営んでいると言われるってあるんですよね。まず最初にこれね、まあこれ韓国系って書いてありましたけど、在日韓国人って書いてありますけれども、これね、韓国人だけじゃないんですよね。朝鮮人もなんですよね。だからまあ半島系って言った方がいいですね。だからそういう半島系の人がパチンコ店を大体やってると。そして 80% って書いてありますね。これなんか 90% とも言われてるんですよね。だからほぼっていうぐらいね。だからこれですね、結構パチンコとかを営んでる会社から北朝鮮お金を送ってるってね、そういう問題とかもあったりするんですよね。これなんかね、実際にこう、そういった会社からですね、パチンコとかの会社は北朝鮮にお金を送って摘発されるっていうのも問題ですけれども、他にもこれですね、お金を送るためになんか政治家とかにお金をあげてですね、パチンコとかはね、結構ね、脱税がしやすかったって、そういう時期がね、今じゃないんでしょうけれども、昔あったそうです。だからいろんな問題があるんですよ、そういうのね。そういう問題もあると。で、さらにこう書いてあります。300を超えるパチンコ店を運営する代表企業、マルハンの会長も在日韓国人だ。だからこのマルハンってね、皆さんマルハン、名前聞いたことありますよね。これね、マルハンっていうパチンコの、なんすかね、大きい会社。ここはですね、これ、維新の会とかの支援をね、してるとも言われてる。そういったね、マルハンっていう会社なんですよね。だからね、まあ、IR、カジノを作るんだったらそこに食い込みたいとかね、そういうの、まあ、医師にね、支援してるんでしょうけれども、あとこれ、僕の動画でも作りましたけれども、数ヶ月前にですね、維新の松井市長がですね、パチンコを合法にしようと言い始めてるんですよね。だからこれもですね、やっぱり支援されてるからだろうなって僕思っちゃうんですよね。この件ね、あんまり詳しく知らない人は僕動画作ってますんで、過去の動画。この動画、このサムネイルですけれども、これ見てください。結構ね、面白いですよ、これ。あとですね、パチンコ業界っていうと、孫正義さん、ソフトバンクの孫正義さんのお父さんもこれ、パチンコ店を経営してたことで有名なんですよね。それで、まあ普通の人にお金があったんで、こう孫さんをね、アメリカの海外留学に送り込んでる、まあ行かせてあげてるんですよね。そういうのは有名な話ですよね。で、またちょっと記事に戻って、で、そんなですね、パチンコが日本の代表的な余暇産業として位置づけられる中、1990年代にはパチンコを楽しむ日本人はおよそ3000万人に達した。だから最盛期はそれぐらいやる人がいたとね。すごいですよね。で、子供はまずやらないわけでしょ？大人のうちの3000万人ですからね。すごい人たちがやってたっていうね。で、日本人の人口の4分の1がパチンコを楽しんでたことになる。大人だけで言ったらもっとですよね。子供はやれないわけだから。すごいなっていうね。で、当時、営業店舗数は日本全域で合計2万店を超えた。
日本のどこへ行ってもコンビニはなくてもパチンコはあるとまで言われるほどだったっていう感じなんですね、最盛期には。で、ここはちょっとね、ちょっと差別とも言われたくないんですけれども、このね 80% とか 90% の、まあ、半島系の人がやってるビジネスだったわけですよ、パチンコっていうと。そこに3000万人とかね、そういった日本人がプレイする、だから尋常じゃないお金を落としていた、まあ、そういった構造がですね、僕はちょっとね、なんか健全じゃないみたいなね、なんかちょっとどうなんだろうってね、シンプルに思ってしまうんですよね。わかります？なんかパチンコっていう産業 80%、90% 半島系の人たちがやってて、そこに3000万人とかね、日本人の人が、しかも3000万人だけじゃなくてかける客単価すごい高いわけじゃないですか、パチンコだから。だから尋常じゃないお金をどんどん落としていくってね、これはなんか僕ちょっとね、なんかどうなのかなって思っちゃいますよね、素直にね。すみません。で、ここからね、まあ、パチンコの衰退の話になってきて、バブル経済が弾けたことでパチンコ店を訪れる人は減り始めた。あ、だからあれですよ、繰り返します。これ韓国メディアがね、こういうふうに報じてるんですよ。バブル経済が弾けたことでパチンコ店を訪れる人は減り始めた。日本政府が2018年にパチンコの社交性を大幅に下げる措置を施行すると、衰退の勢いはますます急激になったってことで、これ今あったですね、日本政府のね、こう大幅に社交性を下げる措置ですけれども、パチンコとかスロットマシンとかの大当たり、これのね、確率を下げたらしいんですよね。なんか大当たりの可能性が以前のね、半分ぐらいに減ったそうです。それで、まあ、パチンコ店を訪れる人は急減したと、急に減ったとね、そんな感じになってると。で、その後こう書いてあります。さらに苦戦を免れないパチンコ業界にとってコロナ拡大は致命的だった。パチンコは3密、密集、密接、密封の代表的な場所に挙げられたってことを書いてありますね。ただこれね、まあ、今となってパチンコ店ではクラスターは全然効かなかったっていうね、これ本当に換気とかすごいできてたんじゃないかってね、そういう結論みたいになってる感じですよね、今見るとね。まあ、だからですね、そういったいろんなことがあって2020年の全国のパチンコ市場規模は14兆6000億円で、前年比 27% 減、2005年の時点で年間35兆円だったのと比べると実に 60% も減っている。パチンコ人口も前年よりおよそ180万人少ない710万人で歴代最低となったってんですよね。ただこれですね、2020年がすごい悪かったって書いてありますけれども、これコロナで悪かったって言ってますけれども、僕前ちょっと動画で言いましたけれども、これですね、実はこれ2020年の4月からパチンコをしながらね、パチンコの店内でタバコ吸うってことが、まあ、できなくなったんですよね。それが大きいんじゃないかって言われてるんですよね、コロナよりも。それ前言いましたよね、多分ね。ちなみにこれですね、全国のパチンコ店舗数っていうと、まあ、こんな感じ、こんな感じです、これ。ということでね、以前は 18,244 箇所あって、今はね、8139 だからね、半分以下になってるってことなんですよね、これ。店舗数で見ると。なんかね、前もちょっと違うグラフ見てもらいましたけれども、それ見るとですね、さっき言った2020年に、これ、タバコを吸うことが禁止になってから、急減してるってグラフ。なんか前に見せたグラフだと結構はっきりしてたんですけれども、これ見るとね、2020年が急に落ち込んだっていうふうに、まあ落ち込んではいるんですけれども、もっと急減してた気がするんですよね。あれか。これ今見てもらっても、これ店舗数のグラフだから、もしかしたら前に僕が見せたのって、売り上げとかね、なんかパチンコに来てる来店数、来客数だったのかもしれないですね。そっちは急減してたんです、もっと。まあですね、そんなこんなでね、パチンコ業界が苦しんで、で、パチンコのメーカー、だからパチンコ台を作るところだと思うんですけれども、そのタカオ、あと朝日金属熟練など、中堅企業の連鎖倒産や、だからパチンコ関連企業ですね、そういう企業の連鎖倒産や、大規模人員整理のニュースも続いた。この先、パチンコの没落はさらに加速する見込みだ、と日本メディアは伝えた。日本総合研究所の石川智久上席主任研究員は、一部大手チェーンを除いて、パチンコ業界が生き残る可能性は極めて低い、と語った。で、まあ、滅びるってことで言ってる。まあ、同然ですよね。っていうことで、このですね、韓国系メディアの記事って言うと心割ってるんですよ。だからこれですね、あ、今日は全文紹介したわけじゃないですけれどもね、心割ってる。最後はこんな感じで割ってたんですよ。だからこれですね、在日の人の稼ぎのパチンコがなくなるっていうね、そういうタイトルになってるんですけれども、かといって記事の中で、それに対してね、こう、賛成だとか反対とかっていう、そういうね、意思表明見たらね、そういったことは書いてないんですよね。ただただそういうことをね、今の状況を書いてるだけだったんですよね。これ多分ですけれども、これ、韓国でもパチンコっていうのはね、一時期、短い時期ですけども、あった時期があったんですけれども、でも禁止になって、だからこれ、韓国メディアとしてはね、もう、そういったパチンコですから、しょうがないっていうところもあって、なんかせっかくのね、韓国の人たちの稼ぎがなくなるってことだけれども、いや、パチンコに対して良くないと思ってるのか、それに関していいとか悪いってことは書いてなかったですね。で、もう一個ちょっと紹介したんですよ、こっちも。これね、次紹介したいのが今と全然つながる話なんですけど、何かっていうと、今言ったらね、韓国でもパチンコってあんまりこういいとされてないっていう話を今したじゃないですか。
で、韓国でもね、パチンコがダメな証拠っていうと、ちょっと大げさかもしれませんけれども、これちょっと紹介したいのが、数年前の記事なんですけれども、ちょっと面白くて紹介したいんですよ。これも韓国メディアの記事です。韓国メディアにこう書いてあるんですよ。こちら読んできますね。これがですね、プロ野球韓国シリーズで4年連続の優勝を成し遂げたサムスンライオンズの主力選手たちが海外遠征の際に賭博に講じてたとの疑惑が浮上している。単なる噂にとどまらず、警察が本格的な捜査に着手するなどの具体的な状況が伝わっており、衝撃が広がっている。これ数年前の記事なんですけどもね。で、韓国で最高の人気を誇るプロ野球の世界では、これまでも賭博をめぐる一定程度の騒動が起こったが、その都度忘れ去られてきた。で、こっからちょっと日本に関係してきて面白くなってくるんですよ。どう書いてるかっていうと、韓国のプロスポーツ選手たちは、日本のパチンコを通じてギャンブルにはまるケースがかなりある。とりわけ日本で自主トレを行うプロスポーツ選手の多くが、まあ、多分野球なんですよこれきっと、の多くがパチンコに興じるとされている。各チームもパチンコ店の営業時間や配当金が制限されていることから、一種の休息とみなし、大掛かりな制裁を行うことはないってことで、だから日本で韓国の野球選手とかパチンコしてるっていうのは、とりあえずお咎めとかはされていないと。まあ今あったんですね、営業時間と配当金が制限ってあるから、まあだからね、23時ぐらいで、確か23時ですか？合ってます？ 23 時でパチンコ閉まるじゃないですか。だからまあね、そんな深夜までやってるわけじゃないから、そんな選手にとって、なんか体調が悪くなるとかそういうのないじゃないですか。だからいいってほっとくのか。あとですね、まあ、配当金が制限ってあるから、まあ、100万円を一晩でなくすってことは多分パチンコないわけじゃないですか、きっとね。プロ野球選手とかだから、まあ普通の人よりお金あるから、まあ大丈夫なのかもしれないですね。1日5万とか10万なくなってもね。で、ただそうは言ってもですね、こうも書いてあって、だがパチンコもギャンブルの一種であることに変わりはない。あるプロ野球チームの幹部は、プロ入りしてから日が浅い選手は1ヶ月間の自主トレの期間中、年俸の大部分に相当する数千万ウォン、数百万円ものお金をパチンコに使い果たすケースもあると話した。いや、どんだけ言ってるんだって感じでしょ。今聞きました、これ。だってこれあって1ヶ月間の自主トレ期間ですよ。1ヶ月の自主トレ期間中に数百万円を使う人もいるっていうね。いやいやいやっていうね。だってこれ、1日5万円負けたとしたら20日間行って100万円とかでしょ。しかもこれ、自主トレ期間中ってことはこれね、その間、その1ヶ月の間に普通に練習してるわけじゃないですか。練習、日中練習して空いた時間だけに行って数百万を失うって、どんだけ行ってるってね。もうだから練習してる時と寝てる以外ずっと行ってるってことですよね。すごいな。だからもう完全にこの人はですね、ギャンブル中毒が発病してるんですよね。で、そしたらなんとね、これやっぱりこれギャンブル中毒ってことで、そしたらなんとこう書いてあります。パチンコにハマった選手や指導者たちが、指導者もかっていうねパチンコにハマった選手や指導者たちが、自主トレ期間中だけでなくシーズン中にも時間を見つけては日本への遠征賭博をしていることは、スポーツ界では公然の秘密だってことで、なんか結構普通当たり前ってことなんですね。いや、だからね、これシーズン中とかもね、日本までわざわざですね、野球の試合とかがない日に日本に来てパチンコをしてるってことがあるっていうね、すごいなってね。あとさらに、それだけだってまだいいんですけどね、さらに書いてあったのは、そこからですね、もっとね、大きなお金が動く、これ韓国でってことだと思うんですけれども、闇カジノ、だからね、アンダーグラウンドにあるカジノとかに手を出す人ってのもいるんだそうです。そういう野球選手とかね、指導者ですかね。ということでね、まあだからこれね、野球選手とか普通の人にもお金があるから、確かにこれお金があったらですね、パチンコだけで終わらなそうですもんね。まあどっかのね、暴露系 YouTuber みたいにね、終わらないんですよ。ギャンブル中毒になってるんでまあガーシーですけれども、まあだからね、さっきのこう在日の人がですね、日本で稼ぐ手段のパチンコが消えそうでも、やっぱりそれがですね、悪いとはね、そういった手段、パチンコが消えることをね、悪いとは韓国メディアもですね、書かないのも、やっぱりこういったことがあるからなんでしょうね。やっぱり韓国でもパチンコって良くないっていうね、そういうの見られてるってことなんでしょうね。っていうことで、やっぱりね、パチンコ良くないそういう結論になるんですけれども、であとね、最後にちょっとおまけ的な話を2つ言いたいんですけれども、1つはですね、あの人、ギャンブル依存症のあの参議院議員ですよまあガーシーしかいないんですけれども、ガーシーね、ちょっと思ったのが、だからね、やっぱガーシーにはこれぜひですね、なんか IR 反対とかパチンコ禁止、こういうのもね、参議院議員としてやってもらいたいなちょっと思いましたね。今のところ口から出てきてないんですよね。それ逆に不思議ですけれどもね。それが1つ目で、2つ目、これは本当にちょっとついでの話ですけれども、本当どうでもいい話ですよ。だからね、僕はね、ちょっと個人的に前から気になってることがあって、これ何かっていうと、僕はですね、結構中小企業の社長をね、やってた時期っていうのが結構あるんですけれども、その時はやっぱね、自分もそういうことやってたんで、やっぱいろんな会社のね、中小企業の社長とかと会うことがよくあったんですよ。
で、まあ、最初とか会った時とかって、どんな会社、どんなビジネスしてるんですかって話になるわけじゃないですか。でもね、中にはですね、それなんかちょっと濁して言う人って結構いるんですよ。まあ、結構はいないか、ちょこちょこたまにいるんですよね。で、例えばですね、パッと浮かぶのが、やっぱその一つがね、今日話したのはパチンコなんですよ。で、パチンコとかをやってる人っていうと、だからパチンコのホールを経営してるとかね、そういう人ですけど、パチンコ店とかやってる人って何て言うかって言ったら、例えば会った時にね、あ、どんな仕事されてるんですかってね、社長に聞くじゃないですか。そしたら答えるのが、あ、エンターテインメント系ですって言うんですよ。なんだよ、エンターテインメント系って思うじゃないですか。でも、僕も途中から分かるんで、あ、パチンコってことねと思って別に突っ込まないんですけれども、あとね、あるパターンっていうのが、通信機器の販売をしておりますって、そういうパターンもあるんですよ。これ何かっていうと、まあ、最近じゃないですけどね、昔よく聞いたんですけれども、何かっていうと、すごいシンプルなんですけどもね、要は、携帯電話の販売なんですよ。昔それをね、すごい手広くやって儲けてる人とか結構いたんですよ。昔は携帯電話の販売ってすごい儲かりましたからね、今はあんま儲かんないと思うんですけれども。で、なんか、普通にね、携帯電話販売してますって言えばいいのに、なんかね、言いたがらないんですよ、そういう人って。なんか、通信機器の販売をしてますとかって、そういう言い方するんですよ。なんかね、よくわかんないな。なんでそういうふうに言うんでしょうね。なんか変にカッコつけたがるのかなんかわかんないですけれども、それから自分の仕事を卑下してるのかわかんないですけれども、僕としては別にですね、確かにパチンコってものに反対してますけれども、パチンコ店を経営してますとかね、通信機器、携帯電話を販売してますって言って、別にそれがカッコ悪いとかって思ったりしないわけですよ。なのになんかそういう人たちって隠したがるっていうか、そういうね、なんか濁した言い方するんですよね。あれが何なのかなって前からちょっとね、微妙だなと思ってたんですよね。すいません、本当にちょっとついでの話でしたけれどもね。はい、ということで、今日はこんなところでございます。